guys, thank you for visiting our channel. 今日も私の経験をもとにお話ししたいと思います。大丈夫？子供の頃の私が母にかけてもらいたかった言葉はこれだけでした。私が体調を崩して寝込んだり、学校を休まないといけなくなると、母の第一声は、だから言ったでしょ？でした。その後に、ちゃんと髪乾かしなさいって言ったのに言うこと聞かないから、いや、ちゃんとご飯食べないから自業自得だよと続くのです。小学校くらいまではこれが当たり前なんだと受け入れるばかりでしたが、テレビや映画などから外の世界の情報も知ることができるようになった中学くらいからは、体調を崩すたびに、なんで大丈夫って言ってくれないんだろう、それだけでいいのにと一人ベッドで涙ぐむのでした。看病もしてくれなくて放置されたとか、そういうことは決してないのですが、体調を崩した時だけ買ってきてくれる果物の果肉入りゼリーもとても嬉しかったのです。その後は看病してくれるのに、なぜ第一声目でいつも怒られるのかがいつも疑問でした。母も本心を抑えることができず、まず口から出てしまい、その後その冷たかった態度のメイクアップをするかのように平常心に戻り看病していたのかもしれません。それが現在、彼が喉が痛いという理由で会社を休んだ日には、正直たったそれだけの理由で仕事休むってどういうこと？と理解ができず、心配より呆れというかため息が出てしまう私。頭痛がするからと会社を休んだ日には、気合が足らん、イブ飲んで頑張れという気持ちがどうしても先に出てきてしまいます。頭が痛いくらいで仕事を休んではダメ、喉が痛いくらいで仕事を休むなんてもってのほかは私のルールであって彼のルールではない。ここで怒って、もし彼に子供の頃の私と同じような寂しい思いをさせるのなんて嫌だ。気づいた時が変わるチャンス。自分に良いものを運んでくれないと分かっている負の連鎖はつなぐ必要はない。そこで自分で断ち切るという選択をするのだ。身近な人が体調を崩した時にするリアクションという棚の中に、小さい頃からストックされている答えが、がっかりして怒るというだけであり、答えはそれだけではない。大人になって優しさも思いやりの心も学んだあなたには、その棚に新しい自分で考えたリアクション、良いものを運んでくれるリアクションのストックを足すことができる。無意識のままやり過ごすと、脳が自動的に慣れ親しんだ楽な棚を開けるだろう。だからここで自分の思考や行動に意識を向けることが連鎖を止める一番の鍵である。気合が足らんという代わりに、今ここで大丈夫？と私が言える番になるのだ。長年の癖を直すのは誰にとっても簡単なことではありません。でもその状況に遭遇するたびに、直すチャンスがあなたに訪れているのです。実地試験です。手帳に書いて1日に1回読むだけでも、脳の筋トレ、いいマインドコントロールになります。身長や目の色など変えられない遺伝もありますが、生活の中で出くわす思考や行動の癖はあなたのチョイスです。思いやりや優しさをチョイスする決断ができるのもあなた自身、あなただけ。今日も見ていただきありがとうございました。If you liked what you saw, you might like these ones as well. The links are in the description box down below. Feel free to check them out. Hope you will have a great week. Thanks so much for watching. I will see you in the next video. Bye!